ティーパークラブ、皆さんこんにちは、吉木雅代です。よし、はい、全日本選手権が終わりました。終わりました。はい、ので、まあ一発目ちょっと小太郎くんということで、お願いします。はい、まず VTR の方をね、見ていきたいと思います。 VTR どうぞ。よし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 、いいぞ、2、4で削れ、よし、よし、ナイス、よしよしよし、ナイス、いいっすよ。1回上になれ、ナイス、よし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 、横に回れ、ナイス。はい、というわけで全日本選手権見てもらいました。いやー、まあ準優勝、はい、というわけでね、最後競った試合になって、ね、レフリー判定2対1、うーん、まあ、まあ俺もどっちが勝ってもおかしくなかったかなとは思ったけど、まあちょっとその話は置いといて1回戦からちょっと話聞いていこうかなと、はい、おっす、うん、1回戦どうだった？1回戦めっちゃ疲れました。岩崎選手ね、はい、うん、そう、弟、えそんな年子なんですか。そう、1歳違うんです、1歳下なんだ。エビラの人ですね。そうそうそう、岩崎くんね、まあ、なんだろうな、フレームが強い選手、強かったっす、うん、っていうのは、一回やってるから分かったと思うけど、はい、まあ、今回、もっとこう、動いていったらパスできるかなと思ったけど、やっぱ硬かったね。なんかめっちゃ、最後の最後、めっちゃいいところまで行って、うん、めっちゃ戻されるって、うん、で、しんどくなるって、うん、疲れました。そうね、で、最後のちょっと膝十字
展開になったけど、あれはもう大丈夫。あそこはまあ大丈夫だろうなと思いながらやってました。なんか微妙にずれてたんで。なるほど、はい。まあでもちょっと相手の強さも感じた感じだった。そうですね、最初パス多分自分始まって10秒ぐらいでニアパスみたいな感じで、うん、言ってたんですけど、あそこで終わらせれれば一番良かったんですけど、はいはい、で自分も終わらせるつもりで行って結構パワーも出したんですけど、で終わらなくて戻ってきた時確かクローズだと、はいはいはい、でめっちゃ襟持たれて、うん、あそこからだん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 消耗していきました。そうだね、同期代の初めてだっけ。同期初めてです。意外とグリップは強いね。ああ、グリップ強かったです、うん、そう。いやだからまあまあそれでもね、最終的にスコア何対何だっけ。スコアでも自分点取ってないので、アドバンテージ3とかだったんですか。そうですね、3つか4つかなんかそんな感じだったと思います。うん、まあ1回戦疲れたすごいやし、まあ俺も見てて硬いなと思う。うん、そうで2回戦、2回戦は疲れながら最初なるかなと思ったんですけど、割と始まったらちゃんと動けたので。萩原選手ね、はい、謎の投げも先決まって、あ飛びつきクローズにね大腰合わせたのは初めて見たけど、はい、なんかすんごい投げになってたね。グリーってなりました。うん、これはまあああいう感じになりましたね。あまあその後、まあパスして、はい、ね、マウント取って、はい、で結構時間使ってっていう感じだったけど、はい、そう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 、あれはそのマウント取った時は何を狙ってたの。マウント取って、まあ、時間使いながら、うん、できればなんか棚ぼたサブミッションみたいな感じで狙いつつ、肩固めみたいな、はい、肩固めとあとマザーズミルクみたいな感じを抑え込みながら狙ってるっていうイメージでしたね。あれなんかこう下から萩原っていうのこう袖車、袖車、うん、やってきてて、あれはどうだった。あれはまあずれてはいたんですけど、うん、まあ執念を感じましたいやこれ本当にもうここで勝負だと思って全部力使いに来てるなっていうのは感じましたね。あ、そうなんだ。なんかすごいなんかなんて言ったらいいの、メンタル的な圧迫感を感じました、ね、あ、そうか。まあでも落ち着いておらすことができた。そうですね、一応先生たちの声もめっちゃ聞こえてた、ね、それでだいぶ落ち着きました。そうね。で、決勝、決勝、まああの須藤君、はい、まあ多分須藤君が上がってくるだろうなとは思ってた。そうっすね、須藤拓磨選手っていうのはまあなんて言うかな、その新足換柔軟っていうね、うん、まあ足換算すごい上手な選手で、全日本オープンも優勝してるのかな。そうですね、全日本オープン、うん、取ってました。あれなんかここのところもうあれなんだよ、連続一本勝ちみたいな感じで。そうですね、そうそう、ずっとずっと一本勝ちしてますね、来てて、まあまあそれでちょっとねこう試したいなともあって、うん、で最初ねライトかフェザーにするかちょっと悩んでたけど、はい、なんかそれでちょっと須藤君とやる方に価値を感じたから、そうそっちに出たんだよな。やるかと思って。うん、確かに。で、まあ、やった感想どうだった？やった感想、そうっす。自分としてはもっと足感を徹底的に狙ってくるようなイメージ。うん、もう点数は負けてても、はいはい、足感取れりゃ勝ちだろうみたいなメンタルでやってくる、うん、ゲーム展開になるかなって思ってたんですけど、うん、そんな感じじゃなくて割と固め。そうで。硬くて。うん、多分足感僕にトライしたの、うん、多分1回か2回ぐらいじゃないかなと思うんですけど、まあ多くて3回ぐらいだと思うんですけど、うん、なんであとはラペラ繋がれてちょっと崩されてみたいな。そうだね、そういう展開が多くて、うん、いや拮抗してたね、うん、外してパスに行く展開もあって、最後のラペラ曲がりながらパスに行く展開もあったし、そうっす、あと最初のテイクダウンが、はい、まあ、まあ帳消しになっちゃったけど、うん、まあ、ああいうのもあったし、そうです、まあ、なんかお互いまあ五分五分ぐらいかな、攻めてても、うん、まあ、だから多分レフ半2一なんだろうけど、うん、まあ、どっちに転んでもまあおかしくなかったかなとは思う。そうです、うん、もうやっぱりでもまあ見返すと須藤君の土俵じゃないですか、シングルエッグ。まあ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 入られてはいるな。そうなんですよね、それがまあ良くなかったなって思いました。うん、そうだね、もうちょっとあの走り回ってる時間が、うん、あと 1.5 倍ぐらいあれば、うん、見え方もちょっと違ったかなと思いました。うん、そうだよね、まあ、明確な勝利を取りに行くにはやっぱそういうそうっすのが必要だったと思うし、はい、もしあれ立場が逆だったとしても、うんうん、なんか評価はそんなに変わらないかなとは思う、あ正直、はい、まあ、別に今回評価が落ちた感じはないし、うん、ね、
まあお互いに上がっただけって感じなのかなとは思う。まあそう、俺はこういうのが結構価値のある負け方だなとは思う。ああ、その何負けちゃって、そう全日本落としちゃったっていうのは確かに惜しいし痛いけど、だけど別にそこで終わりじゃないし、で次につながる終わり方、別にネガティブな要素、ネガティブな、俺全然ダメだなっていう感じの要素はなかったし、なんかだからって言ってそこ次さ、もう次決まってるけどさ、はい、そのノーキュアルド、はい、でもうすぐチャレンジするけどさ、なんかそれに対して、あだから俺もうこんなんじゃノーキュアルド勝てねえなっていうマインドになるような試合でもなかったし、でもそう言っていただけたらね、だからまあまあ、 あの修正位置も見つけれたし、今やってることの正しさとかも、はい、あのまあもう少しこう足さなきゃいけないのことかも多分分かったと思うから、はい、それはね、あのいい負け方というかいい経験だと思う、はい、本当に、そうそう、なんか結果だけ見ると負けになってて、でも練習でやったことは結構今回出た展開多かったので、それはまあ良かったかなと思います。そうね、いかんせん積んでいかなきゃいけなくて、はい、なんかこう全ての人がね、全ての人の敗戦が全て価値があるか意味があるかっていうとね、ないものもあるから、それはあの負けたけど、そのなんて言ったのかな、結局同じことを繰り返して負けてるとか、はいはいはい、やったってもう正直意味がないし、そうっすね、やっぱり少しずつ変わっていかなきゃいけないのが、あの上達への一歩だから、この一歩が踏めてないのであれば、ね、その何回負けたって同じだし、そうっす、同じ結果ばっかりです、だから、まあ、今回は俺出てよかったなと思ってる、はい、そう思います、なんで、まあ、次にまあ、ノーキュアルドあるから、そうっすね、ね、言ってるもあるなんて、そう、それでもう全力で動いていけるように、はい、もともとはそっちが本部だし、それのプラスアルファになるように同期練習してるし、どっちもできないと思う、さすがに、そうっす、まあ、それでも、まあ、やることはやったんじゃないかなと思うから、まあ、これをね、まあ、勝手にして、はい、まあ、なんだろうな、考え方次第だ、勝って、いや俺全日本も取ったし、須藤君も勝ったし、で、あもう全然いけるわって思って自信持っていくのも、まあ一つ良かったと思うけど、はい、負けたからこれまだ修正しなきゃいけないところがある、だからグラップリングだと多分こういう展開になるって言って、ちょっとその危険察知をこう高くして、それはめっちゃ思います、はい、望むのも一つ絶対自分の中でポジティブになるようにコントロールできるから、はい、それはプラスに捉えず、それは頑張ってきて、おっす、頑張ります。なので、今後も戦いは続くので、ぜひ応援してください。おっす、お願いします。はい、今日はこんな感じ。よっしゃ、ではサブチャンネル始めました。 SNS のフォローとチャンネル登録もよろしくね。今日も最後まで見てくれてありがとう。バイビー。